どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回はフリート高校でカジ君と野手育成やっていきましょう。デッキこんな感じです。はい、というわけで今回はカジ君入りデッキを使っていきましょう。普段縦端を入れている枠にカジ君を入れてあげるという感じですね。というのも寺道が総力の上限アップを持っていて、まあそこの代わりになりまして、で寺道が肩キャラなので、だったら縦端抜いてカジ君の方が強いんじゃないかということで、今回このようなデッキを組んでおります。頑張ってやっていきましょう。ちょっと楽しみですね、これ。いきましょう。まあ肩練習がこれでダブルタックとかで船積みタックができてくると非常に強いと思うので、まあその辺に期待しているというところです。よし、北節春影といきましょう。素晴らしい。でもっと言うと、やっぱりこのフリート高校のキャラクターって役割が一つ増えますので、強いなと最近感じていて、カジ君も縦足も入れた編成というのができないかななんて今いろいろと考えています。というかできそうなので、ちょっとそこをまた後日やっていきたいなというふうにも実は思っております。いきましょう。さあ、この北節にたくさん今回は来れればいいなというところですね。よし、ちょっと赤ばっかり集まってますが、これできれば春影が赤2倍で売れるので赤売りたいんだよな。一番最後にあると助かる。2番目か。その後シラスナイス。まあ仕方ないですね。もう売り値のことはまずは、最初の方は無評価とかもいろいろあるので仕方ないと思います。ただもう一手これを踏んでから行こう。あ、いけたかな。どうだろう。あ、7つか。惜しいな。まあでもその紫自体を売れるということはあるので、はい、 1.5 倍ですね。いいと思います。ちょっといろいろと潰せないのでまだもう行きましょうか。まあまあ北節春影しらすっていうのは最高の、回り方だと思います。で、またその後に北節が来てくれれば、ベストですね。さあ、ということで行きましょう。さあ、どうする？これはまあ回復しつつ、カラスマももちろん2回終えると、序盤に春影来た場合はもちろん2回終えると嬉しいですね。はい。早いね、進むのが。おお、いいですね。で、寺道は何か持ってたな。ホーム突入と盗塁アシスト、これはしっかり潰してあげましょう。ホーム突入と走塁アシストですね。まあもう覚えてるうちに小さなものを抑えていくというのもありだと思います。まあ、小平才賀も一気に進んで、おお、阿部妃ナイス。早い。ちょっとこれ技術足んないんじゃない。なんで今回招き猫持ってきてないのにこんなに早いんだというぐらい早いですね。はい、北節行きて。でもとなるとメカニクス行きましょうか。いやでもまあしらすは肩はな、以前ほどはマッチングはしないので、いやでもまあマントルでもいいし、メカニクスがそんなには、ああでもまあまあ合うな、メカニクス。じゃあメカニクス行くか。メカニクスまあまあ合いますね。でカジ君がいいのがこのとにかくでかいで最大値が上がるというのもカジ君の良さだと僕思っています。よし、カラスマ合同練習2回進んでくれた。なんかイベントの走りが全体的に速いですね。招き猫持ってきてるかのような走り方をしていますが、持ってきていません。前回ねイベント完走しなかったので、まあそういったところでも今回その分も完走してくれというところだと思います。現状なんか敏捷ポイントをまあまあ稼げているという感じでしょうか。
災害もできれば置いたいかな。で、筋力を売るみたいな。オッケー、災害持っときましょう。これでまた、収益来たら伸びると思います。3人ともこれで合同練習進められたので、よかったですね。ちょっと美味しいですけど、これはもう筋力に倍率かかりますし、メカニクスに行っちゃいましょう。さあこんな感じ。 OKOK。 よし、2人ですね。合同練習進められるのでそこでいいでしょう。で、あれが来た瞬間に取るだけの技術は持ちつつ上げていくという感じですかね。はい、告白はこれ多分間に合わないな。まあいつも大体間に合わないとは踏んでいるのでいいですと。で、カジ君がパワー依存で金徳が来るかもというところなので、2個、そこはちょっと大切にしていきたいと思っています。ミートパワーちょっと上げつつというところでしょうか。よし、ね、早いな走るの。これさすがに失敗するだろう。おっと、成功した。ナイス、オッケー、よかった、いいね。今回そこ、前回その2つが全然筋トレ走らなかったんですけど、今回は全力で走ってくるっていう。そして何気に彼女評価ももう間に合っていて、今の練習できれば行きたかったですけど、まあまあこちらでもいいでしょう。左もナイスでしょう。告白間に合ってくれれば嬉しい。そんな感じでしょうか。このイベントの走り具合だったら間に合いそうな気がするんだよな。これはちょっと評価を上げに行きましたと。うん、これはもう出航しますかね。北雪、ただ青2倍より青、よっしゃ、青3つあと稼ごう。告白間に合え、くっそー、まあまあまあ仕方ないな。これはそれが来て欲しかったですね。まあ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 、ちょっとまだ経験点伸びてないですけど、いろいろと合同練習を進められたりはしているので、まあ、伸びしろはかなり作ったかなという感じかなと思います。はい、まあこの北雪なんかは間違いなく伸びるでしょう。OK でしょう。北雪は伸びるでしょうということで、期間だ。よし、大吉も来い、回復来い、回復来い。うーん、これだけのために行くのはちょっともったいない気がするんですが、まあ、メンタル練習も来るだろうというふうに予想もしたいですし、体力回復もハマれと。メンタル来るんですね。ただ 31% 攻めましょう。カモン、よし、素晴らしい。今のはカジ君タックですね。はい、カジ君にもろもろ赤が表さったということで、やっぱ肩強いですね。はい、これ彼女評価プラス、回復で告白も一応1月4週では来ましたということで、これは踏みたい。高校がな、微妙ですね。はい、
まあそこか、まだ。いやー、微妙だな。これ、ちょっとあまりに微妙。まあメカニクスにもう一度行ってるので、メカに行くために、波動か SG。まあ筋力はどれくらいこっから入ってくるかっていうのもあると思います。筋力がもう5個入ってきたら波動行きたいな。赤2倍よりできるので。で、ここでナイアンダー来れば、まあとりあえず OK っていう感じですね。フラツビタックの回数もまあまあというところだと思います。よし、ここから経験点巻き返していきたい。そんな感じでしょうか。さあ、ポイントバランスといたしましてはどんな感じかな。カジ君で金徳2個取りたいですね。ポイントバランスは全体的にもっと稼いでいきたいと言っておきましょうか。そんな感じでしょう、おそらく。ちょっとね、赤売れることを願って、これで次筋力練習来いと。船積みね、船積み来い、船積み来い、船積み。うわ、船積み来ない。一回チャンスあるのかないのか。ダメですね。まあもう仕方ないな。うわー、これ2倍で売れると大きかったんだけどな、精神ポイント。そしたら精神ポイントは絶対安心になりましたね。インコース、アウトコースって。筋力は安心かと思われますね、今回。むしろちょっと余りそうなぐらいなので、いや、ほんと精神ポイントっていう感じですね。あとは4番はもう来てるのか。なるほど、筋力余るな、これ。まあこの練習してるわけにもいかないので、まず精神ポイントがいっぱい覚醒できれば怪我しにくさとかも取れるので、そこにかけましょう。まあ技術がバカほど覚醒できれば いくらでも得能は取れますからね。はい、そんな感じ目指す。でもやっぱ技術、精神は足りないので今回だと。てか、いい練習がなんかハマってくれましたね、これ。で、青2倍売りは少なくともしたいな。うわ、今メカに行ったら、でもな、でもその先に北雪あるからなっていう。そしたらでも技術のこのバランスが取れないよっていう。また筋力売るのっていう感じですよね、ここで。でももう行かないといけないですね。はい、いやー、なるほどね。最後そこだけこう上手くなってくれれば最高ですけど。うまくいくかな。まあ今の練習も一応こんな感じで、こっち行って技術を売るっていう方法はあるんですよね、次どっかで。黒金で2倍売り、天空中央もあり。まあただ黒金の方がその場合は合いそう。黒金に行って、ただその先の高校に行っていないと。いや、もうこれ以上筋力売っても仕方ないな、でもどう考えても。さあ、まさかの捨てる、その先の1点に勝てる俊英とかが出てくれれば OK っていう感じですね。その先にそれにかける。黒金に行って俊英とか出ろーっていう感じでいきましょう。うわ、ちょっと待ってよ、これ技術溢れるんじゃないこれ。ちょ、待て待て待て、そんなもったいないことはしたくない。それはそれでもったいないし、でも。溢れはしないか。
まあ、800点入ってくる気はするんですけど、でもまあ入ってくるかな、これ8の2倍なので微妙。まあまあギリギリまでは上げたから。800点は入ってこないか、さすがに。ちょっとやる気がねえよと。で、この先にいい高校来ててくれって感じっすね。もうあとはこの先にいい高校来てない。くそ、もうそれを願うのみだったんですけどね。はい、タックがそもそも来てない。ポイントは稼ぎたいな。いやー、なんかタックも来ないな。まあ8000点は一応いったんですけど、なんか微妙ですよ正直。もうラストの高校になりますからね、次が。うん、まあでも暁が結構ハマるっちゃハマるな。で、暁に行くとして、まあ、パピオも進めてから行こう。ラブパ！よし！120%今回達成したっけ？やばいな、覚えてない。してないか。まあでも最後すればいいですね。はい、あ、もうそうか、新アンダ製造機取っているのか。なるほど。でもまあミートもまだまだ上げられてなくて、まあ精神ポイントが一番足りてない気はする。ちょっと来た高校が微妙っていうのがありましたね。うわ、ムービングファスト騙された。そうか、なんかユニフォームの色が違うと思ったら助っ人がいるんですね、たくさん。あ、なんか動かない、カーソルが動かない。おーっと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 、カジ君って何なんだろう。野手カジ君知らない。お、窮地いいですね。ふぅ、あ、いいね、赤2倍、赤1、あ、よしよしよし、赤、あ、よしよし、赤集めよう。これで 1.5 倍ですけど、さあ2個来たけど、2個取れるだけの、あー、さっき来といて、それそれさっき来といて。円卓だと、うーん、こっちですね。はい、それさっき来といてよね。え、精神ポイントがあるかどうかっていうところで、これ情熱エールも精神ポイント使うしな。あともう一個カジ君はカジバのバカ力じゃないかな。やばい、精神ポイントが鬼足りない。それとなってくると、いやーか、もしくは赤が今2個集まるあれで、もしくは紫がもう1個ぐらいあれば、もしくはここが出航先が違ってもね、というところではあったんですけど、いやー最後もう稼ぐしかないですね。
イータ来い、イータ来い。イータク来い。よし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 、いいぞ。逆境来い。おい、イータクで終わる。逆境来い。ちょっと技術ほんと稼ぎすぎましたねこれ。はい、どうだろう、敏捷足りないかな。あ、120%、 クソ、そこか。まあでも金徳2個、ちょっとこれはまたリベンジしよう。というような感じではありますね。はい、ちょっと1回目ということでいろいろな経験点バランス等もありまして、精神ポイントをもっと稼ぐ意識を持った方がいいなというふうに思いました。うん、そうですね、精神ポイントをもっと稼げればというところで、うん、そこがいければもっと伸びてくるんじゃないでしょうかこれ。青が一番多ければよかったなこれ。でも精神はしっかり入るし、いや、いい感じではあるかもね。ティラミチ、あまね、弁償ポイントかな。てかデートあと4回もう残ってるか、フルに。じゃあデートにしましょう。どうだこれ、どうなんだ。どうなんだいこれ。え、あとパワヒあたりも取りたい。逆境はコツが来てほしいな。行きましょう。いや、カジ君の方が全然伸びてる気がしますね。とりあえず、縦足より。このデッキ、しばらく練習しよう。もう一回ちょっと動画でやりたいなと思います。これめちゃめちゃいい感じだ。捕獲も間に合ってなかったし、なんかそんなにいい高校行けたっていうわけでもないので、これくらいは常にこうやっていけるのかなという感じだったかなと思います。さあ。いろんなデッキが最近はこの新キャラの登場によって組めるようになりましたということですね。カジ君とか圧倒的ヤシロの中では下位キャラクターだったのに、いつの間にかこう頭角を現してますね。まあ、特にパワー依存ということで、まあまあ当初の球速依存とかスタミナ上げないといけなかったりで結構失敗しがちな印象なんですけど、パワー依存になってくると成功することも多いんじゃないかなと思われますし、そういったところも非常に良かったかなと思います。フルヒーフ、甲子園行ってからも甲子園デートできるようにしたらいいのにね。甲子園デートさせてくれようと思うんですけど、ちょっと技術が余りすぎましたなこれは。そして敏捷が足りないかもしれないという感じか。なるへそ、行きましょう。お待たせ。フリートリードで迎える1回です。
ワンアウトランナー一塁という場面で深野打ちました。これはいい当たり、さらに伸びていく、クリーンヒット。ランナーを追い越しそうな勢いで走っています。フリートリードで迎える3回です。バッターは深野、投げました、打ちました、痛烈、いった、入った、入った。フリートリードで迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で深野、いきましょう、いった、入った、入った。フリートリードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で深野、今日2打点を挙げています。第2球打った、これは強烈、さあ、いった、入った、危ねえ。あ、ここから肩のダブルタックに練習効果アップ、さらに誰か聞いてみたいな感じになるとさらに良いですが、ワンタック、お、こっちに行きましょう。あ、でもまあ敏捷のこと考えると逆、あ、違うかったかも今の、ちょっと騙された感があるな今のは、単なる経験点量に。いやー、これ本当にもうちょっと経験点バランスがどうにかなってくれればめちゃめちゃ強い感じはありますね。はい、さあ、フリートリードで、これエースデッキかな、これが今後、これが個人的に僕のエースデッキな気がしますね、今の、今なら。3回の裏、フリーと攻撃に入ります。先頭バッターは深野、投げました、これはいい当たりだ、いった、これ泣き出してきたな。ちょっとチームが弱いですけど大丈夫か。この回の先頭バッターは深野、今日3打点を挙げています。こんな時にジェフ長でホームランが狙いにくいよ。これやめましょう、頑張ってもツーベースヒットにしかならないのでインコースを打ちましょう。これならいけるかも、投げた、よし、ちょっと怖いですね、この感じ。リードで迎える7回です。ワンアウトランナー1塁という場面、打ちました、痛烈、まあ、パワーも95ありますから。フリート、おお、これです。いや、今のは単にワンタックに練習効果アップ 30% だったんですけど、やっぱ肩連って強いねっていう今のが見せてくれてますね。はい、肩に強いねっていうところをこう見せてくれている練習でございました。いやー、 120% いけてないのだけが後悔。お待たせ、ツーアウトランナー一塁という場面で深野、低め、ボール、投球これから2球目、ボール、第3球、ボール、アウトコース高め、第4球を投げた、これはいい当たりだ。となると肩固めなんて面白いこともやりたくなるんだよな。はい、フリートリードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面、深野、初球出てた、センターバックダイレクトで当たった、沖野、3塁です。ちょっとこれもう1回やろうかな、これ。フリートリードで迎える5回、サクセス楽しいな、このデッキ。ワンアウトランナー1塁という場面、初球から打ってった、ヒットになります。このデッキ楽しいな。ツーベースヒットを放ちました。どっか他なんか踏むといい高校とかもう一回自分で見つめ直して、さらにちょっとやってみたいなという気持ちが今回芽生えております。入った、入った。新安打製造機を取るときに難しいのはやっぱり相当技術を稼がないといけないんですけど、稼ぎすぎるとこういうことも起こりうるので、そのあたりは難しいなと思いますね。はい、さあ、敏捷がやや足りるのかという不安も抱えつつ、足りるかな。まあいけるか、89までもう上がっているのでおそらく大丈夫ですね。はい、
もうちょっと本当に敏捷と精神ポイントに割り振れていたらめちゃめちゃいいサクセスやん。これしかも金得1個増やせるし、これエースデッキだな、間違いなく。まあ、ただその最大限のことを考えると、彼女も金得来るか分かんない、まあ、カジ君も分からないとなると、そこは怖いっすよね。はい、山本高校の打線やばいな、相変わらず。打っても打っても負けるのがゲノム高校。この回のトップバッターは深野。今日2打目は最近秋の花粉に秋をやられています。皆さん大丈夫ですか？この時期の花粉結構厄介なんですよね。第3球を投げました。一つ外してボール。第4球を投げました。伸びろ。くそ、取りました。ちょっと詰まった。フリート追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁三塁の場面で今日はホームランを打っています。第2球投げました。よし、これで経験点も試合の勝利も大丈夫でしょう。 OK。 フリート、3位か。もう祝福は来なかったということで、まああと金得2個増やせるというところでしょう、最大ね。でもうちょっと経験点バランスがさらに良くなってくれば、クリスマスも間に合ってなくて、まあこの経験点で、まあ非常にいい手応えをこう感じることのできたサクセスだったかなと思いますね。はい、 OKOK で結局経験点もまあ本当に技術がややありすぎなだけで、あと足りないものはない感じですね、これ。うん、足りないものはないですね。ということで、まあ技術はなるべくさばいていきたい感じでいきましょうとなると、イブシギンは精神をちょっと使いすぎだな。精神を使わない得能とかないかな、あんまり。ないですね、そんなものはもう。うん、これもうちょっと経験点バランスも整ってきたり金得も取れたりすると本当にめちゃめちゃ強そうです。あ、これで PG 飲んのか。うわ、これ強いな。金得にかけバランスも全然良くなかった。うわ、これいいな。これちょっと僕のエースデッキにします。現状いろいろ使ってきた中でエースデッキですね。はい、これからもちょっと3つ4つぐらい考えてはいるんですけど、ちょっと、縦足使ったデッキとは全然違うなと。そんな今回ハマってなかったのによかった。まあ、前回とか、SS7 しか千丸厳選してできなかったので、まあ、縦足がカジ君に変わっただけでこんなに変わるのかというところを今回感じております。クリスマスも間に合ってなくて。これはね、いい手応えを感じましたね。はい。ということで、まさかのカジ君がスタメンに入るというね、ところでございました。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。